とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。スピンブレードを使って、カバンビルドみたいにやってくださいということですね。スピンブレード。これだよね。実際のところ、ダメージはあんまりありませんけども、やってみましょう。装備がこれ。輝くローブ。ですね。帯電、雷フォーカスがついてるので、まあ、この帯電だけでもだいぶダメージを与えることができますし、アーティファクトのダメージ、プラス 50% がついてるので、スピンブレードが一発100万超えます。それぐらいのダメージが与えれるので、これだったらば、まあまだ、使えるんじゃないかな。はい。どんな感じになるのか、やっていきましょう。それでは今日は、レッドストーン鉱山のデイリー3に来てます。スケルトンに置き換わって、リサイクル持ってんのか。んで、マルチショット。はいはいはい。いいんじゃないですか。スケルトンの弓もこれ消すよね。あ、消す！うん。マルチショットでガシガシ撃ってくるけども、消えるんだ。あ、ちょっと待って、これ。変更ついてるやついるっしょ。なんかやたら痛いもん。ちょっと待て待て。変更痛い痛い。で、しかも帯電もついてる。やべえのがいるね。いきなり、4つ、ついてるやつがいるから、これは厳しいって。OK。でも倒した。あ、そっかそっか。今回、リサイクルついてるから、弓の心配は、あんまりなさそうだね。もう23発だけどね。ちょっと変更の敵で。やたら使っちゃった。でも、あとあと、どんどん出てくるだろうし、大丈夫でしょう。オッケーオッケー。特に問題ない。もういけるね。あ、リサイクル、意外といいな。今思ったわ。うん。でも、まあ、実際のところは、使えない場所もあるんで、そうでもないかもしれないけどね。こういうところで出てきてくれると、意外と嬉しいもんだね。うん、意外と嬉しい。あー、このスライム撃ってほしいな。ちょっと待って。このスライムはちょっと撃ってほしいわ。スピンブレード当たってるか当たってないか、ちょっとわかりづらいな。当たってんのか。当たってるんだろうね、一応。うん、当たってるし、敵の弓を、まあ、消してるのでしょう、おそらく。早いな、攻撃が、お前。よっしゃあ。お、あぶねえ。すぐ、矢がなくなるな。あ、ちょっとここで増殖します。オッケー、2128本。こんだけありゃ十分でしょう。いくぞ。あー、もう、変更付き、やめろ。ちょっと変更付きにはこのスピンブレードだ。スピンブレードで、ガシガシ、あー、きつい。変更付き、マジできつい。うん、バーストモスリングついてるっていうのが良くないな。うん、どの角度からも敵を撃ってしまうんで、ガシガシ跳ね返ってくる。これ厳しいな。しゃあ、いけ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 。周りにぐるぐる回り出すと、そこそこいいね。でもほんとこのぐるぐる回らせるっていうのが、たまにしかできないので難しいな。オッケー、行きましょう。あー、また変更、変更多すぎるって本当にさ。ちょっと待って、変更多すぎだって。え、もう変更クエじゃないもんね。変更クエじゃない、あー、変更クエじゃないのにめちゃくちゃ変更が出る。よっしゃ、スピンブレードでやりまくれ。おいおい、はい、いけた。敵が多いな今回。あ、まあまあデイリー3だからか。さすがにこれはきついよ。 OKOKOK。 まあ一発100万のダメージだからね、一応倒せてはいけてるけども、
まあ実際のところやっぱりブラストの方が使い勝手はいいとは思いますね。よし。でも敵のね弾を消せるっていうところがやっぱりいいところではあるんだよな。うん、今簡易版のバリアみたいになるんでそれはいいんだけども、もうちょっとね火力が欲しいね。それでは中間地点に突っ込んでいきましょう。結構きついね。やっぱマルチショットってきついんだな。うん、思いっきりダメージ食らうんでマルチショットはやっぱ結構つらい。やべやべ、ガシガシ打ってくる。 OK。 あ、こういう時はそうか、この壁の反対側から打てばいいんだ。こういう感じね。ああ、いやでもな、でもねっていう感じですね。あー、もうちょっとなんかねこのアーティファクトが強ければいいんだけどな。まあいけなくはないけども、実際これ回転で倒してないかいっていうところがあるな。うん、実際回転のダメージでしょってなんか思ってしまうね。 OK、 いけた。よし、キャプテンがまだ1体もいないね。できれば1体以上は倒したいところ。あ、いる、キャプテンいる。いたいたいたいや厳しいぞこれ、厳しい。 OK、 でもいけた。ちょっと待って、マジで厳しいぞこれ。やばい、ほらほらほら、これは無理だいやいやいや厳しい。うん、やっぱね今ので分かった、ダメージ与えてるのはこれスピンブレードじゃなくて帯電だわ。で来ましたよ、来ちゃいましたわ、ナイトモードが。もう勘弁してよナイトモード。よっしゃ、待て、やばい。よし、いけた。何、いや結構いっぱいなんか変なのついてる気がするな。まずナイトモードでしょ。でプレイヤーダメージが 20% 減少で、モブ速度 100% か。はい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 、もう嫌なやつがついたな。ナイトモード本当に嫌いだわ。よし、いきます。やべえ、これ死ぬ、これは厳しいね。 OK、 もうキャプテンいないかな、いないっぽいかな。よっしゃ、突っ込みましょう。おー、ナイトモードになるともう一気に訳がわからんくなるね。ちょっと待て、帯電だ、やっぱり帯電で倒してるわ。ちょっと待ってって、休憩ができない。あー、やばい、死ぬな。できればねクリアしたいところなんですけどね。よし、もうないね、ないね。キャプテンはもういなさそうですね。いきます、倒せるか。あー厳しいちょっと待って、いけるか。まあまあまあ、行ってみよう行ってみよう。とりあえず逃げながら、危ねえ危ねえ、めちゃくちゃ速いって、ストーンゴーレムの速さよこれ。やべえ、倒した、ギリギリ倒した。待って、あとクリアするだけ、やばい、あとクリアするだけなんだけど、ちょっと待て、もういないか。あー、やばい、こいつはやばいぞ。よし、いけた、ギリギリ。はい、それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。スピンブレードの、カバンビルドみたいにぴょんぴょんしながらやるタイプですね。使ってみましたけども難しい、
難しいね。もう常にこの自分の周りをね、ぐるぐる回らせることができれば、うん、そこそこいいのかもしれないけども、操作が難しいです。難しい。うん。なので、片方はスピンブレードにして、もう片方を、うん、ブラストとかカバンにした方が火力は出そうですね。うん。やっぱりこれの一番いいところは、敵の弾を消せるっていうところなんで、まあ弾を消しながら、前進して、で、それでカバンとかブラストで倒していく。それの方がいい感じですかね。うん。あと、帯電がないとちょっと厳しいかもしれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。